いや、だから元リスナーなんだろ？だからうちの放送来なきゃいいじゃん。アンチじゃないですけど、元リスナーです。来なきゃいいじゃん。放送この30分の枠を楽しみに来てくれてるリスナーさんがいて、その人だけでいいじゃん、来んの。だから軽蔑したんでしょ？だからそうしたら来なきゃいいじゃん。放送面白くないんでしょ？だったら来なきゃいいだけでしょっていう話。別に俺 CEO とかっていらなくね？レオあれだね。レオ男の人でいいかな。そうじゃん。俺別に、何？ CEO とかって、その友達関係でもそうだけど、信用とかないと友達ができないの。俺前も放送で言ったんだけど、ね、放送を見るのに信用とかするのだけって言ってたの。だからいいよ、そういうの。すげえうざってえから。ロイも答えられてね、男の人でいいかな。悪いね。楽しみに放送を来てくれてね、前枠、放送を楽しみにくれたリスナーさん、本当申し訳ない。この枠はね、放送楽しめません。あと、メンテ入るんでね、まあ NG 入りでもしょうがないんで、このまま放置です。放置ですね。まあ申し訳ないです、本当にね。自分がしたこと、だから俺だから言ってじゃん。なに、同意してもエッチはやっちゃいけないんだ。それなに、こってり自分ができないから言ってんの？それは。ねえ。だから自分で潰してんでしょ？だからコミュニティ抜けてもらえばいいじゃん。入ってんだったら。リクおはよう。いらっしゃい。